さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。96回目の今回は、プロ29年の日本記録を持っている選手の紹介になるよ。その選手とは、中日に在籍していた、山本昌選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。山本昌、1965年8月11日生まれの56歳、東京都大田区出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、スポーツコメンテーターを務めているよ。小学3年生の時に、野球チームに初めて入り、小学校6年生になると、横浜市から茅ヶ崎市へ転居。中学時代は軟式野球部に所属しており、2年生の時に、エースを張っていた同級生が腰を患ったため、エースナンバーを託されたそうだよ。中学3年の夏、所属する野球部で神奈川県大会に出場し、日大藤沢校にスポーツ推薦で入学。山本は後に、この活躍があって、やっといくつかの高校からの勧誘を受けたが、それがなければ普通に受験をして、学力に見合った県立高校に進学していた、と述懐しているよ。高校では、高校2年夏、高校3年夏ともに、神奈川大会準々決勝敗退。高校時代は、春夏とも甲子園出場こそできなかったが、3年時、1983年夏の神奈川大会では、県下ナンバーワンの左腕投手として注目され、ベスト8入りを果たし、日韓親善野球では、神奈川県代表の一員に選抜されたよ。監督は山本を同期の別の部員一人と、ペアで日本大学に推薦。山本本人も高校卒業後は、日本大学経済学部に進学し、教師を目指すつもりでいたそうだよ。しかし、神奈川県高校選抜チームの一員として、韓国高校選抜チーム相手に好投したことなどが評価されて、1983年のドラフト会議で、中日から5位指名を受けたよ。指名を受けた直後は、神奈川新聞の取材に対し、進学しか頭になかったし、指名されるなんて思ってもいなかったので驚いている。監督、両親とよく相談するとコメントしていたが、監督に、お前ならプロでやっていける、と激励を受け、また山本の父親が、長野県出身の中日ファンだったことが、最終的に大きな決め手となり、親父が喜ぶ、と入団を決意したよ。入団当時、野球解説者だった星野は、背番号が34で左投げというから、金田二世と期待して、ブルペンを見に行ったが、ただの大柄な男で、あまりに不格好なモーションで、コントロールもない。球も130キロ前後しか出ないからがっかりした、と語っており、山本本人も、小松さんのピッチングを見て、とんでもないところに来てしまったと思ったそうだよ。1986年のシーズン終盤で一軍初登板を果たし、翌1987年には開幕一軍入りしたが、4月14日の広島戦で肘を痛め、そのままシーズンを終了するよ。1988年2月、中日は業務提携をしていたドジャースと同じ、ベロビーチでキャンプを行い、山本ら若手選手5人が野球交換留学として、そのままアメリカに残ることになるよ。しかし実際は、中日がドジャースとの交流関係を保つために、その年の戦力にならない選手を選んで、派遣する必要があり、山本については手足は長いし体も大きい。巨体揃いの本場アメリカの指導者なら、こういう選手の扱いに慣れている分、うまくいくかもしれないという、一流の期待をかけられてのものだったそうだよ。そしてベロビーチドジャースでの成績は、13勝7敗、防御率 2.00 だったよ。帰国直後、当時の中日の投手が足りない状況だったこともあり、先発の一角に加わると、一軍で5連勝を記録し、リーグ優勝に貢献。その後、西武との日本シリーズでは、第3戦で工藤と投げ合ったが、敗戦投手となったよ。1989年5月27日の読売戦で完封でシーズン初勝利。しかし、9勝目以降なかなか勝ち星を得られず、星野から同シーズンオフにおいての、アメリカへの教育リーグ再留学を言い渡されるよ。名誉挽回の10勝目と、日本残留の最後のチャンスとして、9月23日の阪神戦に登板するも、終盤に逆転負けを喫して、シーズン9勝に終わり、やむなく留学。1990年は初のシーズン10勝、またこの年同じ左腕の今中も10勝を挙げ、90年代ともに左の2枚看板、W エースとして中日投手陣を支えたよ。1991年、開幕から先発ローテーションを守ったものの、勝ち星に恵まれず9月を最後に先発からも外れてしまい、一人負け越し、チームも終盤広島に逆転され優勝を逃すよ。1992年、最終的にチームは最下位に沈んだものの、シーズンでは13勝10敗を記録したよ。1993年、ヤクルトとの首位争いの終盤に、右鎖骨を骨折し離脱したものの、シーズンは今中と並び17勝を挙げ、最多勝を獲得。
さらに最優秀防御率のタイトルも獲得し、オフの契約公開では初めて、年俸1億円の大台に乗ったよ。1994年、シーズンを自己最多の19勝を挙げ、2年連続となる最多勝と、初の沢村賞を受賞。1995年、長年の金属疲労から左肘を痛め、4月末に1軍登録を抹消。6月半ばに復帰したがこの年は終止不調で、2勝に終わるよ。1996年、前年の故障の影響で、4月末まで1軍に復帰できなかったが、復帰後はシーズン最後まで、先発ローテーションを守り、2桁勝利はできなかったが、2年ぶりに規定投球回をクリアしたよ。1997年、前年チーム最多勝だった今中が、怪我で離脱していたこともあり、初の開幕投手を任され、開幕戦の横浜戦で勝利。チームは最下位だったものの、自身18勝を挙げ、3年ぶり3度目の最多勝と、初の最多奪三振を獲得。そして同年オフに2年契約、2年間で合計20勝できなかった場合は、2000年度の年俸はダウンの条項を、組み込んだ契約を結ぶよ。1998年、2年連で続開幕投手を務め、サンデードラゴンズ出演時20勝を目標にしたが、シーズン9勝9敗の成績で終わり、オフに罰ゲームとして、立浪、大砲、増田、渡辺、荒木と中京競馬場を走ることになったよ。1999年4月には月間 MVP を獲得して、開幕からのチーム11連勝や、11年ぶりのリーグ優勝に貢献したが、勝ち星に恵まれず8勝5敗。第8の日本シリーズでは、第3戦に先発したが、城島に2点本塁打を打たれ、敗戦投手になったよ。そして1997年オフの契約通り、累計20勝を超えず、17勝に終わったことにより、優勝チームの中で、数少ない年俸ダウンとなったよ。2000年は左の勝ち頭として、3年ぶりの2桁勝利となる11勝を挙げ、防御率ではヤクルトの石井に抜かれ、わずか 0.004 点差でタイトルを逃すよ。2001年は、3年ぶりに連続開幕投手に抜擢され、2年連続2桁勝利を挙げたものの、プロ入り初の、リーグ最多敗戦で、自己ワーストとなる13敗を喫するよ。2002年は2年連続開幕投手になったが、4月末まで0勝4敗、防御率も7点近くと調子を落としていたが、7月28日の3勝目以降、5勝2敗と復調。しかし、開幕から中盤まで、2軍落ちや中継ぎに配置転換などがあったため、自身2度目の6年連続続いていた、規定投球回をクリアできなかったよ。2003年は、2年ぶりに規定投球回をクリアし、左腕では野口と並んで、チームトップタイの9勝を挙げるよ。2004年は、川上と左右のエースとしてチームを引っ張り、13勝を挙げリーグ制覇に貢献。西武との日本シリーズでは、第2戦と第6戦に先発し、2試合とも松坂との投げ合いとなったよ。日本シリーズでは結果を残せず、チームは日本一を逃したが、オフの契約公開では初の2億円超えを達成。2005年はシーズンを通して、調子の好不調が激しく、2軍落ちも経験するなど、不本意なシーズンとなったよ。2006年、9月9日の広島戦で、新井から通算2000奪三振を達成。9月16日の阪神戦で、プロ野球史上73人目となるノーヒットノーランを達成。41歳1ヶ月での達成は、2021年現在においても、プロ野球最年長記録、左腕に限れば世界最年長記録だよ。9月30日の阪神戦で、8回1失点の好投で、40歳代としては若林、村田、工藤に次いで4人目となる、2桁勝利を挙げたよ。10月15日の横浜戦ではリリーフで登板し、自身1997年以来9年ぶりで、当時のセリーグ最年長記録となる、セーブを記録するなど、11勝7敗1セーブの成績を残したよ。なお9月30日の阪神戦の後に、左肘を骨折していたが、戦線離脱せずシーズン2試合、日本シリーズで1試合を投げたことを、後に本人が語ったよ。2007年、4月17日の阪神戦で完封勝利を挙げ、41歳8ヶ月での完封勝利は、セリーグ最年長記録。5月13日の巨人戦で、シーズン2勝目を挙げたが、これがこの年最後の勝利だったよ。5月27日の日本ハム戦では、史上80人目の500試合登板を達成したものの、結果を残せず、1軍登録と抹消を繰り返すよ。日本ハムとの日本シリーズでは、チームが53年ぶりの日本一となったものの、自身の登板機会はなかったよ。本人曰く、このシーズンはどこにも故障がないので、成績的にも言い訳ができず、普通なら球団から、年齢を理由に引退を勧められても、おかしくない状況であったが、
200勝という目標に球団が理解を示してくれたため、現役続投が許されたと後に解雇しているよ。と同時に、2008年も未勝利であれば、引退しようと心に決めていたそうだよ。2008年、4月2日の巨人戦での登板で、投手としては広島の大野の22年を抜き、野手を含めても、衣笠の23年と並ぶセリーグ最長の実働年数となったよ。5月7日の広島戦で、6回を2安打無失点5三振に抑え、シーズン初勝利。5月14日のヤクルト戦で、史上26人目となる通算3000投球回を達成。8月4日の巨人戦で完投勝利。プロ野球史上24人目となる、通算200勝を達成したよ。中日投手の200勝達成は、杉下以来51年ぶり、42歳11ヶ月での200勝と、完投勝利は共に史上最年長記録。200勝達成投手の中でも、1年目が未勝利なのは史上6人目であり、5年目に初勝利を挙げたのは、最も遅い記録だったよ。8月24日の巨人戦にて、史上最年長完投記録を更新し、史上最年長2桁勝利を記録。8月は4勝1敗の成績を挙げ、史上最年長で月間 MVP にも選出。そしてこの年は43歳ながら、チームトップの11勝を挙げるよ。2009年、開幕から2軍での調整が続き、ウエスタンリーグでは、投球回数が合計で100イニングを超えているよ。6月に1軍に上がるが、先発した試合で打たれ再び2軍降格。9月11日に再び1軍登録を果たし、同日のヤクルト戦でシーズン初勝利。大野が持つセリーグ記録を更新する、22年連続勝利を記録するも、勝利はこの1勝だけで、1軍定着後自己最低の成績で終えるよ。2010年、春季キャンプ中に、左肩肩甲骨付近を痛めて2軍で開幕を迎え、6月に2軍戦で実戦に復帰するが、13日の試合で左足首を痛めて、1球投げただけで降板するよ。その後は調整を続け、8月7日の阪神戦で同年初登板。6回1失点で勝利投手となり、実働25年と自身の持つ記録を更新する、セリーグ23年連続勝利を達成。さらに9月4日の巨人戦で完封勝利、史上最年長完封勝利の日本記録と、2008年に自身が記録した、最年長完投勝利記録を更新したよ。また、30回目の完封勝利は史上30人目。そしてこの年は5勝を挙げ、中日の逆転リーグ優勝に貢献したよ。巨人との CS ファイナルステージの第4戦に先発。45歳2ヶ月でのポストシーズン登板は、自身の最年長登板記録を更新するとともに、1972年のダリル・スペンサーが持つ最年長出場記録も更新したよ。2011年、工藤が西武を退団し、引退はしなかったものの、未所属になったため、山本が NPB 現役最年長選手となるよ。この年はキャンプ中に右足首を痛め、1軍2軍ともに登板はなかったよ。2012年、監督の高木が山本を復活させると明言し、自主トレ中に高木から開幕投手を告げられるよ。3月2日の広島とのオープン戦で、2回を投げ終えて降板すると、高木は握手で迎え、まさ、3戦目なと告げられたことで、開幕ローテーションに入っていることが、モチベーションになったそうだよ。4月30日の横浜戦では、7回を2安打無失点で勝利投手となり、杉下を抜いて球団最多勝となる、通算212勝目を挙げたよ。10月3日の阪神戦では、中継ぎとして3回を投げ、勝利投手となり、工藤の持っていた、プロ野球最年長ホールド記録を更新。2013年、プロ入り30年目を迎えてのシーズンでは、4月9日のヤクルト戦に先発し、6回を1安打に抑える好投で、同年の初勝利を挙げるよ。その後、8月28日のヤクルト戦で、5勝目を挙げ、自身のプロ野球最年長先発登板と、セリーグ最年長登板、最年長勝利記録を、48歳0ヶ月に更新し、打者としても5年ぶりの安打を放ち、セリーグ最年長安打、打点記録も更新したよ。2014年、49歳0ヶ月で迎えた9月5日の阪神戦で勝利投手となり、NPB 史上最年長試合出場記録と、NPB 史上最年長勝利投手記録などの、最年長記録を更新したよ。2015年、教育リーグのソフトバンク戦で右膝に異変を訴えて急遽降板。さらに、降板後の診察で、右膝蓋の靭帯に炎症が生じていることが判明。8月9日のヤクルト戦では、先発投手として、およそ1年ぶりに1軍公式戦で登板。NPB の実働年数で工藤、中島に並ぶ最長記録を達成したほか、自身の持つ NPB の最年長記録も更新。しかし、登板中に左手の人差し指を、自分のスパイクにぶつけたことから、左手人差し指の靭帯を損傷。
結局、22球を投げただけで、2回表の途中に降板。なお、この時の損傷は、シーズン終了までに完治しなかったよ。そして2015年9月25日に、自身の公式サイト上で現役引退を発表。前日の阪神戦を観戦した際に、若返りを推進している、チームの現状を目の当たりにしたことを理由に挙げたよ。2015年9月30日に、名古屋市内での記者会見で、引退を正式に発表。50歳1ヶ月26日で迎えた、10月7日の広島戦で、NPB 史上初の50歳出場、登板を果たしたことによって、現役生活を締めくくったよ。この試合では、打者1人という条件で先発。先頭打者の丸をゴロに打ち取ったよ。中日球団では、2016年3月5日に、名古屋ドームでのオープン戦を、山本の引退試合として開催。試合前日には、1日限定で山本と選手契約を結ぶことが、球団及び NPB から発表されたよ。ヤクルトとの試合には、背番号34のユニフォーム姿で先発。元チームメイトの森岡から、3球で三振を奪ったよ。引退記者会見の際に、引退後の進路に言及。当面は野球解説者として、活動する予定であることや、投げることは32年間精一杯勉強したが、他は素人。またユニフォームを着るチャンスをもらえるように勉強したいとして、野球指導者を志すことを明かしたよ。そして2016年からは、日本テレビ、日本放送、東海テレビ、東海ラジオの野球解説者や中日新聞の野球評論家として活動。また、日本経済新聞で、コラムの連載を開始したよ。2017年12月に、学生野球資格回復研修会を受けて、指導資格を習得。それに伴い、2018年2月から、弟が監督を務める母校の日大藤沢高校野球部の、特別臨時コーチを務めているよ。2019年からは、現役時代にバッテリーを組んだ矢野の勧めで、矢野が一軍監督を務める阪神の、春季キャンプ期間中に、臨時投手コーチを2020年2月まで務めたよ。そして2021年3月、自らの YouTube チャンネル、山本正チャンネル34を開設。野球、ラジコン関係を中心とした話題を取り扱っているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。山本は両親からは、人に迷惑をかけないのなら、好きなことをやればいい、と言われて育ち、子供の頃からいじめっ子ではなく、友達と喧嘩することもなく、思春期に道を外れるということもなかったそうだよ。山本は自身を、典型的な健全なる野球少年であった、と評しているよ。運動に関しては、高校時代の通知表における体育の成績は、いつも10段階中5か、6であったといい、現役時代より、自ら運動神経に優れないことを、自覚するコメントを残していたよ。プロ入りし、ベテランの域に足を踏み入れても、登板前夜には非常に緊張する性質で、1999年ぐらいまでは半ば真剣に、でっかいハサミを持って行って、球場の電源を切ることはできないだろうか、と考えていたそうだよ。そうした理由に加えて、入団当時の二軍コーチから、投げる時くらいグラブとスパイクはピカピカに磨いておけ、と言われたこと、そして野球の神様を信じていることから、登板前にはバスタオルを頭からかぶり、下を向いて試合用のグラブとスパイクを、せっせと磨いていたそうだよ。山本の現役時代に、中日は日本シリーズに7回進出し、その中で2007年と2011年の2回を除く、計6試合に登板したが、一度も勝ち投手になれなかったよ。プライベートで多趣味なことで知られ、中でも特に有名なのがラジコンで、ラジコンを始めたきっかけは、1995年に膝を痛めた際、昼前にリハビリが終わって、暇つぶしに街に出た時、ラジコンショップでラジコンを見つけ、面白そうだと思い始めたこと。またラジコンショップにはシーズン中でも、1週間に1度は必ず顔を出し、地元名古屋で開催されるレースには、シーズン中でも積極的に参加を重ね、これまでに数々の優勝を経験しているよ。ラジコン好きが高じて、親交のあるラジコンメーカー、ミワホビーとシャーシモデル、YM34 を共同開発し、一般向けに販売したほか、同僚の山崎と共に、山々杯と銘打った競技大会を開催したよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、入団当初は評価が低くても、50歳まで現役を続けていた。山本選手自身の精神力、体の丈夫さや所属していたチームの兼ね合いもあるんだろうけど、ファンとしては、もうすぐ引退かと思ったり、ここまでやってきたのならどこまで行くのか見てみたい、そういったこともあったんじゃないのかな？うぷ主としては、カープの CS 進出がかかった試合が山本選手の引退試合、それが印象的で、結局カープは勝てず進出もできなかった。だからといって、進出できなかったのはチーム自体が問題だっただけだったし。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。